では音読なんですけど、絵を見て音読です。絵を見た後、文字が出てくるので一緒に読みましょうね。文字が読めない人は私の後でゆっくり続けてください。えー、学生さんは一緒に読みましょう。プロを目指す方は、えー、私より先に読んじゃっても構いません。まず最初にこの絵です。ここから。じゃあ読んでいきましょう。女の子たちが歩いて遠ざかっています。 There are girls and they are walking away from me. 次はこれです。女の人が真剣に仕事をしています。A woman is working seriously.Beauty って書いてあるね。 この瓶の中には美しさが閉じ込められています。Beauty is trapped inside this bottle. かわいいワンちゃんが地面に座っています。A cute dog is sitting on the ground. 山小屋の前に古くて青い車があります。There is an old blue car in front of the mountain hut. この二頭身の可愛いキャラは小さなピンクの靴を履いています。 The cute two heads high character is wearing small pink shoes. Two heads high っていうのかなこれ、two head high かないや、two heads high でいいのかもしれないな。<laughs> 多分 two heads high でいいと思います。ちょっとね、調べてみますね。えー、っとね、どうやったら調べられるかな ちょっと待ってね。うん、いろいろ見ましたが、これはね、これ取っちゃいましょう。その方が分かりやすいです。例えば、えっと、2m high とかね、2m の高さみたいな感じの。うん、でもこれがね、これが続いてるのはちょっとね、 どうなんだこれ文法的にどうなんでしょうねまあでもちょっとい、まあ私もいいかげんの申し訳ないですが、うんちょっとよくわかりません。これ外人さんに聞いてみないとわかりません。あのネイティブに聞いてみないとね。どうなんでしょうネイティブの方これ。どう言うんでしょうねまあとりあえず読んでみましょう。The cute two heads high character is wearing small pink shoes。ここ、キャラクターがなくて二等身ですだったら、えー The cute character is two heads high. で、いいと思うんですよ。でも、two heads high character というか、これがついたときにどうするかっていう。なんとなく two head high character って言いそうな気がするんですよね。あんまり理由わからないんですけど、どうなんでしょうこれ、聞きたい。誰かに。えっと、あ、これですね。今度はね。うわ、こんなのあるんだ。ないよね。こんな絵だからしょうがないけど。じゃあ読みます。 ガラスの球体の中に水に浮いたコックピットがあります。There is a cockpit floating in the water inside the glass sphere. あと、ね、さっき今ふっと思ったんですけどこれえっとハイフンさっきみたいに入れて to head high にするとなんか頭が2つある高さみたいな。 あの二等身じゃなくてね。<laughs> どうなんでしょう。そんな風になんか聞こえるかもしれません。だからこれでいいのかもしれません。まあ、とりあえず行きましょう。えー、次行きましょう。これですね。ほら、これはラブの尾が抜けてるけど、こっちにはあるみたいですね。でもこれは、んー。ハート型をしていますが、これは愛のモニュメントなんでしょうか ?Is this heart shaped? 間違った。It is heart shaped.But I wonder if it is a monument for love.Monument of love.、はい、難しいあ。ちょっとなんかダークな街ですね。悪者たちが支配する街って感じですね。It feels like a city ruled by bad guys. これはどういう状況かな遠くの危険な橋の上に誰かいる。There is someone on the dangerous bridge in the distance.